どうも、しゅんです。こんにちは。今回は、ワンキャリアの社員さんに、就活生の悩みを答えていただくという企画になっております。ワンキャリアの多田俊平と言います。今、人事であったりとか、いろんな事業企画に関わってる人間です。よろしくお願いします。ワンキャリアの佐賀と申します。よろしくお願いいたします。今は、ワンキャリア専属の YouTuber として、コンテンツを出していってます。ワンキャリアライブで企業さんとの対談の司会をやったりだとか、あとは企業の解説動画を出しているので、もしよかったらそちらを見ていただければと思います。はじめまして。筑波大学修士1年生の松原咲と申します。大学では主にオーストラリアと夏季養殖っていうのをキーワードに地理の分野で進めております。12月から株式会社ダイアリーで主に営業担当としてお仕事をさせていただいております。得意技は一国道のポイが遅れるものまでです。やってよそれ。いやいや無茶ぶりでしょ。お願いします。はい、あれ声が遅れて聞こえるよ。なんで？はい。あ、すげえ。もうそれ面接で毎回やってるんですか？集団面接でも個人面接でもやってます。はい、アイスブレイクですね。ありがとうございます。前回松原さんにご相談をしていただいたんですけど、就活進んでいく中で新しい悩みができたということで、本日はワンキャリアのお二人に答えていただこうと思います。今就活が次に最終選考に行かせていただく企業さんが複数増えてきました。ただ自分の中でここでなければいけない理由っていうのは見つけられていない状態です。最終選考が始まるので、その時に自分が今のこのモヤモヤした気持ちを正直に伝えてよいのか、それとももうあくまでこの会社さんが第一志望ですっていう形で伝えた方がいいのかっていうところで悩んでます。今現状知りたいんですけど、最終選考フェーズに続く会社さんって今何社ぐらいあるんですか？4社ぐらいあります。どういう系の企業さんですか？デジタルマーケティングの会社さんとか、広告、人材系も入ってます、そもそもなんですけど、なんでここを志望してるんですか？例えばデジタルマーケティングの会社さんは、マーケティングが自分はもともと興味がなかったんですけど、面白そうだなっていう最初は感覚で選考とか説明会に行かせていただいてて、その中で自分のこう大事にしてる価値観と重なる部分が見えてきたので、このまま選考に進ませていただこうって思いました。なるほど。広告はどうですか？広告もちょっと似ているんですけど、自分自身がこれまで一つのことに熱中することもあったんですけど、いろんなことに幅広く興味を持って挑戦することが多くて、広告のようにある一定の対象だけじゃなくて、いろんなクライアントさんに関われるとか、が正解がない中でいろんなことに挑戦して答えをこう見つけていくっていうところに魅力を感じてます。人材さんは教育に興味がもともとあって、自分が先生になりたかったんですけど、その理由もただ勉強させられるからするっていうのではなくて、自分から勉強したいとか学びたいって思えるようなきっかけを作れる先生になりたいと思っていて、その本質を考えた時に先生という手段しか知らなかったんですけど、会社で違う形で成し遂げたいことを成し遂げる方法があるっていうのに気づいて、人材だったり教育の分野も見るようになりました、なるほどね。受かると選ぶの2つに分かれるんですけど、受かるためにするべきことと選ぶために考えないといけないことって切り分けて考えた方が絶対にいいんですよ。なので切り分けてお話ししますね。多分受かるに興味がある視聴さんが多いんですけど、選ぶから話させてください。あえて選ぶでいくと、今話を聞いていて、皆さんが軸って呼ばれるものなんですけど、観点が結構バラバラに見てるなっていうのが正直なところあるなと思っていて、何かというとデジタルマーケット最初は面白そうで、自分の大事にしてる価値観が合ってる。広告だったら正解がない中で正解を見つけていくみたいなところがいい。人材に関してはもともと教育があってて、これだけでも何の観点で比較していいのかわからない状態になってないですか？おっしゃる通りです。ですよね、はい、多分ビジネスの中でも同じで、ビジネスのフレームワークってあるじゃないですか、便利なものなんですけど、どの観点でどう比較するかがすごく重要で、フレームワークの中でも。でどこに観点を置くか、例えば事業っていうもの、人組織であったりとか、ビジョンとか制度とか、大体4つぐらいに分かれるっていう 4P って呼ばれるフレームワークがあって、そういうフレームワークで整理をしていって、観点を分けて比較していかないと、多分同じ粒感でずーっと違うことで悩んでるって状態。だって違うもので比較してても一生なんかどっちもいいもので見えるじゃないですか。だから同じものを同じもので比較しないと、ちゃんと自分の観点を整理するっていうのがすごく大事。例えば事業だったら、事業のタイミング、戦ってる領域、あとは事業の成長スピード、いろんな事業の中でも観点があって、その中で自分がここがいいと思う理由はこれっていうのをちゃんと言語化していかないと整理ができない。だから選べないんだと思う、っていうのが選ぶっていう話。受かるの話でいくと、4社のうち自分に
合った会社を見つけるっていうことがゴールなのであれば、自分のモヤモヤした気持ちを伝えて、ちゃんとその会社さんからどの情報を引き出せば意思決定になるのかっていうことをゴールにした方がいいし、逆に受かるっていうことがゴールになるのであれば、さっき言っていたモヤモヤした気持ちを伝えずに御社が第一志望ですって言った方がいいじゃないですか。どっちの方が自分にとって人生良くなるのかっていうことを考えた上で、そのモヤモヤした気持ちを伝えるか伝えないかを決めた方がいいんじゃないかなって、そこは自分の覚悟次第な気がします。目的によるんですよ。やっぱり自分が本当にここに受かりたいって思って、後の人生合わなくてもいいなっていう覚悟ができるんだったら、別に喋らなくてもいいと思います。けど本気で悩んでるんですと、自分の人生の1キロになるはずじゃないですか、ってなった時に自分が相談すべきだと思ったんで、相談したいと思ってます、モヤモヤしてる気持ちはこれですっていう言い方だけでも変わるじゃないですか。だから伝え方と本音ってまた別の話で、自分の気持ちをちゃんと伝えて、御社にも興味があって、実際本当に4社で悩んでますと、その中で意思決定に至る要素っていうのがこういうのが足りません、だからこそ情報を欲しいですっていうことをちゃんと伝えれる人間の方が欲しくないですか、うん、魅力的ですね。そうだからビジネスパーソンとして欲しいと思えるかどうかっていうのもそこで見えるので、コミュニケーション次第で受かるにもつながってくるし、選ぶにもつながってくるってことかなと僕は思います。ただ伝えるだけじゃなくて、一社決められないですっていうとネガティブですけど、いろんな考えがあって決めきれてないっていう、ちゃんと意図とか自分が悩んでる背景とかを伝えれば、捉え方によってはプラスに見てくださる企業さんもいるのかなって思います。むしろプラスにつながる方向に持っていくべきです。だから整理できているかどうかが、最初に言った選ぶの観点の話がめちゃ重要だと僕は思ってます。それこそさっきの伝え方っていうところが詰まってるなっていうふうに思っていて、社会人になると分かりませんっていうことって許されないんですよ。っていうのも、分からないことが許されないではなくて、分からないなりにどこまで調べてきたのっていうのがめっちゃ大事っていうふうになってくるんで、はい、絶対ここじゃないといけないんですっていう理由がないとか、第一志望の理由が見つかりませんっていうことをそのまま言うとやっぱりネガティブになっちゃう、それを自分で考えてこれないんだ、仮説持ってこれないんでっていうふうになってしまうんで、例えばデジタルマーケの行く理由はこうは考えてるんですけども、これって広告でもできるんじゃないかっていうところで迷っています。それで本社で例えば過去にそういう広告系を迷ってる学生も受けてたと思うし、広告系の企業ともビジネスしてると思うんで、その観点について教えてくださいみたいな風に持っていくと、なんかちゃんと考えてくれてるし、ちゃんと選ぼうとしてるんだっていうところでさらに志望度を感じる、第一志望ですっていう以上の志望度を感じるっていうところはあると思うんで、企業からしてもプラスになるんじゃないかなっていう風には思いますね。何に悩んでるのかっていうのを言語化多分してなくて、ただ全部行きたいっていうので思考を止めてたのかもしれないって思いました。絶対ここじゃないといけないっていう企業なんてないんで、で企業も分かってるんですよ、うちじゃないといけないわけないよねって。ただやっぱりそこをちゃんとそうじゃなくてもいいし、自分の人生どうとでもできるけれども、やっぱりそんないろいろ理由がある中で、あなたの会社がいいんですって言い切れる人が会社としては欲しい。それが辛いことがあっても、入社をした後に大変なことがあっても乗り越えられる意志の強さっていう分岐点になると思うんで、それを聞きたいだけっていうところだと思います。ちなみに最終選考ってもうほぼ受かってる状態のことも多いじゃないですか。そういう時に気をつけることって今のお話に加えてあったら教えていただきたいです。企業によって全然違いますよね。全然違う。マジで落ちる企業の最終面接もあるし、役員と顔合わせのパターンだけの面接もあるしっていうところはありますね。落ちることもある時に気をつけることとかってありますか。これは正直気をつけようがないというのが僕の意見ですっていうふうに思ってます、っていうのも最終面接官でひっくり返るケースって、今までの面接官では見れていなかった新観点が出てくるケースことが多いんですよ。日系大手企業とかだったら役員クラスの方が出てくるんですよね。なんでその役員クラスの方が出てくるかって言ったら、その方々ってそれまでいろんな新卒見てきてるし、ビジネスの酸いも甘いも知ってるんで、その人の中のケースがいっぱい溜まってるんですよね。過去にこういった若手が入ってきて、こんなケースがあってやりきれずに辞めていったとか、あとはビジネスの世界でこんな苦難があってこういうところで挫折していったみたいな、そういったところから、この人はどうなのかな、本当にうちのカルチャーにフィットする人なのか。僕も人事担当をやってたことありますけど、たかが社会人経歴2年3年とかのペーペーだったんで、2年目3年目の若手が過去に新卒のケースを見ているのって1年2年程度じゃないですか。一方で役員の方って何十年も見てきているケースがあるので、そのケースに合わせてこの人はどうなんだろう、そこで若手のメンバーでは見えなかった新ケースが出てきて、いやいやこの子はこういうリスクがあるよ、で人事担当者からすると、その観点は分からなかったですみたいなところがなんか新情報として出てくるみたいなケースがよくあるかなと。じゃあこれどう気をつければいいのかっていうと、結構その人の人生の生い立ちとこから深掘って発覚するケースが多いので、なんか気をつけようがないんじゃないかな、難しいんじゃないかなっていうのが
僕なりの考えかなっていうのは一つあります、うん、人事になったら分かるんですけど、うん、採用基準とか作るわけですよ、うん、作るんですけど、だいたいうまくいくのは3次面接ぐらいまで基準が使われて、うん、最後は社長がとか役員が見る観点って全然本当に違う。例えばツイッター見てる会社とかもありますよ、うん、ツイッター見てみてどういうパーソナリティなのかみたいなのを見たりとかもするし、うん、さっき言った過去の自分の経験ベースで考えるみたいなパターンもあるんで、うん、ここは気をつけようがない。ただ過去を知るって結構重要だなと思ってて、うん、受験勉強もそうだし、過去何が出たから大体こういうのが出るかもなっていう予測問題とかあるわけじゃないですか、うん、その予測問題がないだけで過去問でそれが聞かれたらどうしようかとかはちゃんと考えておくぐらいしか準備がする術は僕はないかなと思ってます。最終選考に関しては最初は絶対やらなきゃいけないのは断定することですよね。もう、はい、その最終面接の場に行って正直迷ってます、私わからないんですっていうことを言っちゃうと、うん、なんと営業先に行ってお客さんがうちの商品はもう迷ってますって言っちゃうのか、これまで予習準備できないのかな、はい、それって最低限のビジネスマンとしての基準でしょみたいなところの印象を与えてしまうことになると思うので、ここで迷っていることもあると思うんですけど、今まではこう考えてきて私はここだと思いますっていうことを断定することは大事だと思います。人事の中で会議が組まれるわけですよ、うん、悩んでたらしい、けどこのフェーズになってもまだ悩んでるってどうなんだろう、うん、とかっていう面倒くさい論点が上がるっていうのは、ね、なるほど。人事側の都合を話すと、毎年の内定を出した時の承諾率みたいなものに目標があるわけですよ。内定という内定承諾の率が低すぎると来年の採用計画立てづらいですよね、はい、来年度何人入社してもらいたくて、そのために何人に内定出したくて、そのために最終面接まで何人進んでもらってという計画が立てづらいんで、うん、ある程度の基準って持ってるわけですよ、はい、それと最終面接で合否を出す時にこの人に内定を出しても他に行っちゃうことほぼ確定してるんであれば、うん、正直出しづらいよねっていうところが出てきちゃうと、それでその基準の中の一つにもちろん能力とかもあるけれども志望度ってどれくらいなのっていう観点が入ってくる。なんでさっき言ったみたいに裏側の会議の中で、いやあの子よかったな、あの子よかったな、この子よかったな、でもこの人なんか迷ってませんでしたみたいなのが出てきちゃうと、もしかするとネガティブに働くかもしれない、ちゃんと理解した上で何を伝え切るのかっていうのを覚悟を持つっていうのがすごく大事だと思います、うん。今日ここに来させていただけるからこの悩みを持っていこうって言って、そこで自分の思考が止まってたんですよね。結局自分がどうするのが理想なのかとか、どう決断するかじゃなくて相談して答えてもらおうっていう受け身な姿勢だったかなって思ったので、結局自分がどうしたいのっていうのを自分で決めた上で、どう評価されるかわからないけど正直に言うなら言うし、言わないなら言わないでどう伝えるかを考えるっていうのを言語化しようと思います。すごいね、もうそれできたらもう頑張ります。いや素晴らしいと思います、はい、うん、ちょっと解決されたなっていうふうに思います、うん、ということでありがとうございます。ありがとうございます。志がないっていうのがあって、そもそも志を持つべきなのかとか、どっちが自分の考えなんだっていうのが決まらない、どっちが自分にとって合うのっていう話なのかなと。人事側も本音とってもあるんですよ。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。